ガチャログだどうもバイスです。今回のガチャログは来てしまいました。 FGO 冬の修羅の国ピックアップ第2弾第2部5章アトランティスズキクワガトです。今回のピックアップ対象サーバントは期間限定新規星5アーチャー超人オリオンと新規星5ライダーエウロペさん星4アサシンパライソちゃんが添えられつつ新規星3ライダーみんな大好きマイフレンドことマンドリカルドくんがピックアップされています。エウロペさんとリカルドくんは後に工場入りするんですが、なんで星5が2体いるの？殺すつもりなの？諭吉を絶滅させたいの？複合ピックアップ自体はよくあることですが、星5新サーバント2体が初日から複合で来るのは珍しいですね。ただこれはちょっと思うことがありまして、今年の夏の FGO4 周年の際に大量のフレポサーバントが実装されました。これなんですけど、企業的にはちょっと不自然ですよね。ユーザーサービスにしては豪華すぎるし、もしもこの後のピックアップがお正月まで決まってないなら、例えばシコリティの高いパリス君を星4にしてエウロペかオリオンと抱き合わせたり、ヒロイン力の高かったコルデーちゃんを星4にしてどちらかと抱き合わせてピックアップ2を作っちゃえば、その方が大幅に利益を上げられたと思うんですよね。それをあえてやってこなかったとなると、この後の展開にそれをやると間に合わなくなる的な何かがあってもおかしくないのかもしれない。つまり来週あたりに噂通り新規ピックアップが来てしまって、それはもしかしたら FGO 第2部最初期の PV で告知されていた5章の後編聖冠都市山脈ピックアップの可能性が高いのではないかとか妄想してます。お正月があるからかもしれないですが、新規ピックアップが来るタイミングもちょっと早いですし、リライトワークスめ何を企んでやがり。それでは今回はクリスマスイベントの残りの石がちょっとあるので、これから回していきたいと思います。ただこの後すぐが発動してるので、本当は諭吉を一人くらい生贄に捧げたかったんですけどね。箱開けに集中しすぎました。一括開封ボタンはよ。アズライールは後のお楽しみということで、今回も早速ガチャを回していきましょう。10連目レッゴー始まりました。暗転はなし。スキップ冷凍。おお、10連目から金回転。どうかな、どうかな。あ、ですよね。お、でも、アメさんオルタ、実はこれでホーグ5です。やったぜ。他はあるかな。冷凍。まあでも悪くない。あ、そうか、諭吉捧げないとだ。ん、あれ初代様、まさかこれ。倍速。さらに倍速。さらにさらに。物売るテレビじゃねえぞ。ぐぬぬ、急いでるので回線が安定するまで予備符を使わざるを得ない。生放送用に撮っておいたのに残念。今回は私も石を事前に準備できなかったのもあるんですが、いい加減この後すぐは飽きたからちゃんと告知しようぜ。プレイヤーが快適にプレイできる環境を作ることを優先してほしい。予備符は10連と別でカウントして最後にプラスします。暗転フォークン以外は完全スキップでいこうかな。27枚あればワンちゃんあってもいいはず。頼むで頼むで。お、暗転フォークン、例のごとくボックス開けてたので事前ダウンロードできてないけど大丈夫かな。いいぞ、サーバント。オーライダーバリバリあればエウロ。あ、でもマイフレンドだ。よしよしよし。ここも長い。サーバント召喚に応じ参上したっす。じゃねえよ、しました。ライダーマンドリカルド、まあ適当によろしくっす。とりあえず目標の一人目ゲットです。しかしオリオンかユーロペどっちか引かないとスタートラインにすら立てない。マジで複合ピックアップは怖い。冷凍、あと21。冷凍、20。こぎる、19。ロビン、18は2回召喚。
ビリー、瞑想。運テンポ悪いので加速しよう。残り16、残り15、14、13、12、11。お、アンテンフォー君、サバなら熱い。3本線。冷蔵。新星さん冷蔵ですね。性能は、属性クリティカル、倍率は悪くない。今後は、こんな、カードが増えるのかな。イラストレーターは天の花さんでした。いつもは、新規冷蔵も全部追いかけてますけど、今回イベントではないので、サバだけを追いかけます。残り8、2連召喚。7枚。あと6。5。4。3。2。1。終了。星5はやっぱり厳しいか。そろそろ回線落ち着いたかな。あ、アカシカレンジャーだ。はい、あの後10分くらい調べたり試したりして端末再起動したら結果出ることがあるみたいなのでやってきました。頼むぜ、課金ぐらいスムーズにさせてくれ。首を立つか、味わい。増えた、やったー。これ、もうゴールでいいよね。ダメ？じゃあ回します。なんだかんだあって20分くらいロスしてしまったんですが、課金するってこんなに大変なことだったんですね。ワンチャン殺しすぎた諭吉の呪いかもしれないけど、お祓い行くまである。はい、そらはや。でも、リカルド君、宝具レベル2が嬉しい。30。いつもなら、そろそろ100連くらい行ってそう。冷凍。冷凍。40。お、アンテンフォー君。まだ星4冷凍出てないけど、希望の獣になるか。とりあえずスタートラインに立ちたい。冷凍。止まった。来るか？いいぞいいぞいいぞ。頼むうどっちが来てー。熱い熱い熱い。おー、やったー。まずエウロペさん、ゲットですね。これで、やっと戦いが始まる。残りにオリオンいたりしないかな。冷凍。冷凍。まあそう甘くはないですね。だから長いってば。私はエウロペです。ごきげんよう。ああ、そうね。何だったかしら。ライデン。そうね。ライデン。ライデンのクラスにて限界いたしも。はい。なに、タロス？お？違う？ライデンじゃなくて、ライダー？まあ。5本。改めて、ライダークラスにて限界した、エウロペよ。主神ゼウスの妃の一人です。どうかよろしく、カルデアのマスターさん。ライデンのクラスも見てみたいんですが、とあるショーに限り、グランドアサシン説もありそうですね。50連目。ここからは、気が偏らないことを祈って、ひたすら回していきます。瞑想。瞑想。60連目。お、アンテンフォー君、今日は重いから、はっきりわかりますね。
冷蔵かもしれないけど、熱いぞ。冷蔵。サーヴァント、いいぞいいぞいいぞ。アーチャーなら熱い。あ。鈴鹿ちゃん、でも、まだ冷蔵が出てないので、チャンスはある。どっちいい？いいぞ。あるんじゃないのこれ。アーチャー頼むアーチャー。あ。マジか。エウロペさん、嬉しいけど、でも工場なんだ焦らなくていいですよ。もう、一度引いてるから暗転関係ないはず。でもさすがに冷蔵かな。マジで？もういっぱいチャンスある。アーチャーなら。あ。マジで来た。マジでマジで。かなり熱いぞ。あ、そうか、これは、やたら重いののお詫びなんだ。きっとそうだ、お詫びオリオン、頼むお詫び。あー、ほんとに来たー、やったー。まだある。レイト、オリオンお前もか。お、なんだ俺を召喚したのか。我が名はオリオン。人の身を超越した感じの狩人だ。ああ、人を超越してはいるが、それはそれとして欲は人間同様でな。つまり俺のことが好きな女の子とかいる？なんだこの紙引き、明日は死ぬの？とりあえず、夜道は気をつけます。でも、長年 FGO プレイしてて、初めてかもしれない、星5、3枚抜き。とりあえず、66連プラス29連で、合計95連でフィニッシュですね。複合を諭吉一人で切り抜けられたのはでかい。次にだいぶ持ち越せた。それでは、年末になんか仕込んでそうなので、またすぐ会えるかな？年末無理でも、お正月のガチャは絶対回すので、どちらにしろすぐですね。では、次回のガチャログにもご期待いただけたら幸いです。もし、この動画を気に入ってくれたらチャンネル登録や高評価してくれると嬉しいです。バイスチャンネルでした。またね。